この度は2ヶ月もの間サバイバル解説実況を失踪してしまい、誠に申し訳ございませんでした。主な理由といたしましては、ライツさんが何を思ったのか血迷って一度死んだら終わりのハードコアでプレイしていたため、死ぬのが怖すぎてチキンプレイになってしまったこと、それのせいで取れ高のいい素材が取りづらくなってしまったこと、そして死の恐怖から PTSD になって夜しか眠れなくなったこと、これらが主な原因です。サバイバルを解説しながら建築していくにもかかわらず、いろいろと追い込まれ、気がついたら2ヶ月以上失踪してしまったこと、重ね重ねお詫び申し上げます。つきまして、次回のサバイバル解説実況から難易度をハードに下げて、皆さんにサバイバルと建築を楽しんでいただきたいのと、そして動画を見た皆さんが真似できて面白いと思えるような巨大都市建築を明日のお昼12時から投稿していく予定なので、よかったらチェックしてもらえると嬉しいです。それでは明日の解説実況でお会いしましょう。バイバーイ。